富士島神社とは、長野県諏訪地方にある二つの神社の名称である。両者とも地方に伝わる竹方人の諏訪入りの伝承に深く関わっており、同じ由緒が語られるため、この記事ではまとめて取り上げる。諏訪大社上社の拙者であり、いわゆる中13所の筆頭。上谷城本宮から北へ、約500メートル離れた位置にある。 諏訪地域に伝わる神話によると、竹南方人が諏訪に侵入して、国津神の森屋人と相争った時、明人が藤を手にして、鉄器を持った森屋人を降伏させた。後に明人がこの藤を植えたところ、たちまち繁茂して、藤の木となったという。この神話は、宝磁三年の諏訪新十会長、森屋3六5水着寺や、塩文元年の諏訪大明神菓子、 祭り台三夏、下などに採録されている。歌詞では、この伝承が、拙者藤島社の由来譚として述べられている。そもそもこの、藤島の明神とモースは、尊心衰弱の昔、森屋の悪族、ムイを妨げんと接しとき、森屋は鉄輪を持たして、争い、明神は、藤の枝を取りて、瀬を伏したまう。ついに横島林を下ろして、消防を起こす。 明人地へを発して、藤枝を投げ玉しかば、すなわち、根を刺して、枝葉を栄え、花しべ鮮やかにして、戦場の印を万代に残す。藤島の明人と号する、このゆえなり。近年、地区の区画整理事業で、当社は元の場所から、中央自動車道の東南下方に移転された。1937年以前の藤島社なお、家庭4年の屋垣を敷きす。 諏訪上谷城物井未霊のことにおいては、藤島大明神の本事物が、不動明王とされる。岡谷市川岩城三沢区、県道十四号沿いにある。石室を備えた円墳の跡である。諏訪地方の古墳の中では平地、しかも水辺にあるのは、この高人塚古墳だけであり、築造は六世紀から七世紀初頭と推定される。 その位置から天竜川の源流という交通の要所を支配した武人の墓だと思われる。後世になって、両明神、または十五諸明神と呼ばれ、さらに三保皇人が合祀されると、皇神図下と名付けられた。中世成立の文献においては、諏訪明神とモリア人が争った場所を、モリアさんの麓と,とされているが、江戸時代の伝承記録には天竜川のほとりを、 両者の戦場とする遺伝が見られる。これらの文書では、諏訪入伝承ゆかりの藤島社を、三沢村の工人塚としている。言い伝えによれば、昔は、三沢村の藤島社の対岸に、橋、原村の森や神社があり、この2社から伸びた藤が絡まって、天竜川を覆っていた。とある妊婦が、高島藩主の命令でこの藤を伐採したところ、たちまち教師してしまったという。 明治14年には古墳が初めて調査され、それ以降も何回か再調査された。ありがとうございます。